皆さんどうもこんにちは。昨日の統一選挙で再び2期目の当選をさせていただきました、本村健太郎です。ありがとうございます。また記者の皆様には選挙前、そして選挙中、また報告会などですね、本当に、さまざまな現場に来ていただいて、そして皆さんともいろんな話をさせてもらいました。改めて皆さんがですね、各候補者5人おりましたが、各政策をですね、しっかり市民の皆様にプッシュ型で発信をいただきまして、本当に感謝したいと思います。これからもですね、私自身も2期目、市民との対話をですね、しっかりと行いながら、顔の見える市長として、都市と自然のベストミックスをですね、多くの市内会社にですね、発信をしていき、そして選ばれる街になるようにですね、取り組んでいきたいと思います。そしてあらゆる施策にですね、チャレンジする、前例投資型でないチャレンジするサービスに変えていきたいと思っておりまして、職員、先生方含めて8000人ほどおりますが、やはりいかにですね、この選挙戦を通じても、例えば止まっていた大型事業が、再開して動いたもの、立ち止まっているもの、それぞれありますけれども、なかなか市民の皆様にこの4年間のですね、私たちの取り組みが、まだまだプッシュ型で発信ができていないなということをですね、感じました。でそういった意味でもですね、広聴という、聞くことはもちろん大事なんですが、この次の4年間は発信する、やはり力強い差も持たなきゃいけないなと思っておりますので、さらには職員の皆さんにも、祭りセンターをはじめですね、待つんではなく、市民の皆さんに出向いていくですね、私たち自らも庁舎を出て、地域や皆さんと対応していくというですね、この視点が非常に大事だなということを、この選挙戦を通じても感じました。ぜひですね、前例投資型でないチャレンジするサラミナに、また引き続き4年間舵を取らせていただくことになりました。今回市民の皆様のですね、負託をしっかり捉えてですね、地に足をつけて活動を行ってまいりたいと思っておりますので、記者の皆様方にまたお気づきの点、そしてまた皆様からもご指導いただき、また皆さんともいろんなお話をさせていただいてですね、気づきをいただければというふうに思っております。どうぞこの次の4年間も、4月22日からが2期目のスタートとなりますが、引き続き行政の継続性をしっかり訴えながら取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。